おもちゃの国アリスへようこそ。天使のレイと申します。はい、シャープ330ですね。はい、今回ご紹介するのはですね、テレビアニメが結構前かなに放送していた、ものですね。そちらの方の、ある意味片割れと言っていいのかなが、最近発売されたということで、そちらの方をご紹介していきたいと思います。それがこちらです。じゃん、こちらです。フィグマの、220番ですね。マトイ、リュウコです。はい、こちらですね、まあパッと見ていただいたら分かると思うんですけど、着ている衣装ですね、衣装と言っていいのかな、こちら非常に、過激となっております。閲覧注意かな、エロ注意って感じか。はい、一応こんな感じです。側面、裏、反対、そしてトップとリアですね。で、こっちかな、後でご紹介しますけど、こちらがですね、次回ご紹介するものと、ある意味連動するような形となっております。で、アニメとしてはこのキルラキルというアニメですね。はい、私こちら見ておりません。はい、ということで早速こちら開けていきたいと思います。レッツオープン。はい、箱から出したのがこの形となっております。これが先ほど言ってたやつですね。で、その後ろにもこういう風になんか形状変更したのかなというような形の声がついていたりします。はい、それと公開の表情2つ、本体で、こちらの方に収納袋といつものベース、いつものアーム、それと手首ホルダーと説明書がここに入ってると思います。はい、そしていつものこのスキンですね。こちら無地の真っ赤ですね。で、点線、こちらの方を切り離して使用する形となっております。まあ、これは毎度フィグマの説明をしている時にご紹介しております。はい、ではですね、早速こちらの方開けてですね、全てのパーツ並べていきたいと思います。はい、一通り並べ終わりました。で、いつものアーム、いつものベース、こちらが肩立ちバサミなので、ハサミの片側ですね。はい、これアルミネタバレですね。で、ここに表情交換、交換の表情パーツ2つ、手首ホルダー、そしてこちらですね、この長いやつ、これが一応多分こいつの形状変更って言っちゃっていいのかな。はい、一応こちらの名称がですね、肩立ちバサミ、ぶった切るモードっていうやつらしいです。で、ちなみにこちら説明書、これですね、肩立ちバサミとこの字です。肩立ちバサミぶった切るモード、モードはなんか読めたんですけど、ちょっとここが読めなかったですね、というみたいです。で、こちら持たせる時のやり方ですね。はい、ではですね、あと本体こちらです。ではですね、早速、可動範囲の方を説明していきたいと思います。はい、じゃあこちら本体のマトイリュウコです。で、今パッと気づかなかったけど、ここですね、ここの部分に、アームを接続するための穴があります。はい、で、一応ここの目につく、目につくのは多分この辺りかと思いますけど、ここですね、これがですね、重いのか、ここの部分の可動によってですね、非常に、お、抜けた。ピンですね。ピン接続による感じになってますので、こう結構自由に動かせますし、接続部分もちょっと柔らかいやつになってますね。なので、そんなに干渉しない感じだと思います。で、頭部は一応上下、左右。まあ、これの干渉も回避できますし、髪の毛自体も全体的に上に上がっているので、干渉は非常に少ない感じですね。はい。で、あと肩。ジョイントの部分でロールしたり、前ですね。前に上げるときも、やはり先ほどの言った通り、ここですね。この部分が軟質パーツになってますんで、結構干渉が少なく、動く感じですね。もしかしたらちょっと、ねじ切れる可能性もあります。取り扱いには注意かな。腕はこんな感じ。ここで曲がります。で、手首は200倍以降のものなので、
これですね、ここのところにジョイントが入っているので、ここのジョイントで、まあ、動かしてあげる感じ。はい。で、曲げることもできます。肩は水平、こんな感じですね。あと、こう、次、ボディのカードが胸の下ですね。この分割ラインのここの部分で、こう、動かしてあげます。で、個体差かもしれないんですけど、ここの部分の私のやつは接着が甘かったので、甘かったのかな?取れちゃいました。なので、これが取れない範囲で、まあ、動かしてあげる必要性があるのかなと思います。で、腰の可動はないみたいですね。うん。こういうデザインなので、腰の可動はなく、胸の下のここの可動、ここのみですね。で、足、前後、左右。で、特にあの関節の引き出しとかはないので、これが限界ですね。で、あと足、ここまで曲がります。で、足首の、このジョイントはいつもの通りですね。はい。こんな感じとなっております。で、今現在、結構これ高いですね。高値となっております。もし気になった方は、オークション、あとは、隠れた名店みたいな模型屋とか行って探したら、もしかしたらあるかもしれないですね。はい。では、こちらの方に、ジョイントを刺していきたいと思います。こちらですね。多分身長の関係で、こう取り付けるよりは、こう取り付けるのかな。それか、そもそもの、この角度変更アームを外しちゃうか。一応、これ、外した状態です。はい。この状態で、このように差し込んで、調整してあげると。はい。ジョイントつけた状態でぐるり回します。はい、こんな感じです。一応こんな感じですね。可動範囲としては。ではですね、いつもの通り、表情の交換と武器をちょっと持たせていきたいと思います。表情の交換。まず前髪ですね。こちらの部分を、よいしょ。取り外しまして、今ついている表情パーツ。こちらを取り外します。そして、別な表情パーツを取り付けて、前髪を戻すと。はい。で、今ちょっと気づいたんですけど、こちら普通の、首回りといいますか、こう首の根元付近までちゃんとスーツといいますか、これで覆われてるような感じになってますんで、こちら、顎の裏側もちゃんと黒く塗られていますね。なので、こう下から見た時にも、ちゃんと首元まで覆われているような、そういうような処理になっておりますね。この辺ちゃんと細かくていいんじゃないでしょうか。はい。では、あと手首の交換、いってみましょうか。はい。こちらの手首を、こう、プチッと取り外して、手首ホルダーの方から取り外します。そして、別な表情の手首を取り付けてあげると。はい。手のひらはこう、内側赤いみたいですね。このグーでは分からないんですけど、本来はこのように、内側が赤いみたいですね。はい。では次、武器の方を持たせていきたいと思います。はい。一応表情ちょっと変えました。で、武器を持たせるために、手首を取り替えるんですけど、一応手首がですね、武器持ち手首が2種類かな。こちらとこちら、2つあります。で、その2つ、あるうちの、どちらを使用しろというのは、特に説明書の方には記載はしてないですね。なので、合うやつを取り付ける感じかな。角度も多分一緒だと思うんで、多分こっちかな。この、ホルダーでいう上の方を、多分、武器持ちのかな。下は多分他の汎用の手首だと思います。ではちょっとこれにしますね。これは交換は一緒です。はい、一応変えました。で、この状態で、この、ぶった切るモードと、通常版と言っちゃっていいのかな、の肩立ちバサミ。こちらの、このグリップ部分ですね。
こちらの部分をこう引っこ抜きます。簡単にこれを抜けます。で、多分あとこちらの方に手首を、持たせるんですけど、これ一旦外す意味ってあるんでしょうかね。今普通に横からスライドで入れたんで、これいまいちこれ外れる意味ってあったんでしょうか。もしかしたら次回ご紹介するやつでもしかしたら関係があるのかもしれないですね。ただ一応持たせ方としてはこんな感じで、持たせることができました。多分同じ要領で、これも外れる意味があるんだろうか。こっちも外すことができます。はい、こっちぶった切るモードの方です。長いですね、非常に。ではこの長い、こちら何センチ、長さはどれだけあるのかな。本体と比較したらこれぐらい。では比較対象として、ミクさん登場。こちら14センチです。なのでそれよりも、3センチぐらい高いのかな。なのでこちら17センチぐらいかな。それぐらいの長さがあると思います。はい、一応こんな感じで、フィグマの、マトイリュウコですね、の方をご紹介していきました。仕様こんな感じかな。ちょ、イメージとしてはやっぱちょっとここですね。この武器持ちの手がやっぱり若干抜けやすいかなっていう感じがあります。今ちょっと触っただけでも結構比較的に抜きやすかったので、もうちょっときつめの手首だったらよかったのかな。もしかしたら私のやつだけかもしれないです。あと衣装が非常にセクシーですね。で、その割にはこの腰回りですね、こちらの方がまあこの状態で固定で見た目はいいんですけど、動かしがもう動くのがこう胸の下のみなのでややちょっと狭いかな。あとスカートのこの辺が軟質パーツなので、まあ動かしやすいには動かしやすいですね。あとここの部分の可動と素材ですねが非常に配慮が効いてて、まああと出来も非常によく、おすすめはしたいんですけど、ちょっと時期が時期で物があまり手に入りにくいと思いますので、おすすめはできませんが、気になった方は一旦手に入れてみてもいいんじゃないでしょうか。ではですね、一旦こちら下げまして、はい、こちらのコーナー行ってみましょう。はい、こちらです。ということでルナジョーカーです。ただこちらはただのルナジョーカーではなく、まあ前にも一度出たことがあるような感じです。はい、こちらです、ルナジョーカー。ただこちらが半分があのファングの方ですねとなっているので、こちらだけとんがってる形となっております。そして、過去に、ヒートジョーカーのファングですねをご紹介した時も、表情パーツがずってる、表情というか顔がずれてると、あと角もずれてるというのがあります。これまあアシュフォームといえば完全にアシュのフォームなので、まあしょうがないのかなと。まあ色合いは一緒です、造形的にとんがってる、ただそれだけです。はい、ではこちら下げまして、はい、マトイリュウコ戻します。はい、一応こんな感じで、フィグマの、マトイリュウコご紹介終了したいと思います。ということで一応次回ですね、次回も、このキルラキルのある意味相方っていうか片割れといいますか、ライバルといいますかの方をご紹介していきたいと思います。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。バイ。